資金はサンクトペテルブルク市の管轄下にある都市。市の中心より2 4トル南のところにある。人口は111,205人。過去の統計では、84,628人、95,415人。この町は18世紀にロシア皇帝の夏の住まいとして、サールスコエセロという名で建設された。1710年。 ピョートル一世はメンシコフの持つ所有権の一部をエカテリーナ一世にサーカジャマイザとして引き渡すことを決定した。1724年、サーカジャマイザは公式に皇帝の住まいとなり、サースキーセロという名になった。1780年にはザールスコエセロと改められた。1808年にザールスコエセロの町はソフィアと統合された。 ニコライ2世と彼の家族は、1917年7月31日に、トボルスクに移るまで、アレクサンドロフスキー宮殿に住んでいた。10月革命の後、エカテリーナ宮殿は、博物館となった。一方、他のいくつかの建物は、清潔な教育施設に改装された。そのために、1918年にデスキセロという、何改められた。 1937年、マチのラは、インペリアルライシウムで学んだ偉大なロシアの詩人、アレクサンドル・プーシキンの死後100年を記念して、プーシキンに改められた。プーシキンは次の都市と姉妹都市になっている。ありがとうございます。